景色がめっちゃいい。こんにちは、かほです。はい、ちょっと今ね、両手が塞がっていてちょっと山ポーズできなかったんですけど、はい、今回はですね、立山のテント泊参考の2日目です。今日は、立山と言われる、まあ、山ですねに登っていきたいと思います。この後ちょっと準備をして出発したいと思います。それではちょっとまだ薄暗いですが出発です。だいぶ明るくなってきました。で、今回はですね、立山にこう登るんですけれども、立山という山は実際はないんですね。立山は小山、大南寺山、あとは富士の折り立ての3つの、まあ、総称で百名山ですね。今回は浄土山、小山、大南寺山、富士の折り立ての4つの山を縦走します。まずはキャンプ場をスタートし、室堂のバスターミナルの方にある浄土山の登山口を目指します。室堂までやってきました。そしてこれからはこの登山道を通って、はい、後ろに見えている浄土山に登ります。はい、それではスタート。最初の方の道はこう岩と岩があって、その間をコンクリートで埋めてあるみたいな感じで舗装された道ですね。今の時間は6時半です。で、ここから浄土山の山頂までは約30分の道のりです。浄土山、こちらですね。はい、このてっぺんに登っていきます。わあ、最後結構登りが急です。朝一から結構ね、急登登りますね。はい、岩を登り切ってこう稜線に出てきました。そしてですね、浄土山の山頂がすぐ目の前に見えます。この辺りが浄土山の山頂だと思うんですけど、ちょっとね、私標識が見つけられなくて、
はい、この辺りが山頂ということにしたいと思います。標高は2831メートルです。そしてですね、景色がめっちゃいい。奥の方に槍ヶ岳とか、あとは黒部五郎とかもう見えます。そしてこの後は小山という山を目指します。立山の中ではね、一番有名かなと思うんですけど、はい、それでは歩いていきます。はい、今ですね、小山に向かって歩いているんですけれども、小山に行くにはですね、まず一旦下ります。一の越というね、今小屋がねちょっと見えてるんですけど、そこまで下ります。すごい、立山が一望できる池とか、あ、これはね、私が泊まってるキャンプ場もありますよ。はい、一の越山荘に到着です。ちょっとね、風が強いですね。雲も上がってきましたね。そしてここから先は山小屋がないので、ここで私はポカリを買ってお手洗いも済ませました。はい、これから小山の山頂を目指して歩きます。だいたい1時間半くらい岩の道を、はい、登っていきます。はい、一の越山荘からだいたい3、40分登ってきました。目の前にね、はい、小屋が見えますね。山の山頂はもうすぐそこです。よいしょ。着いた。はい、小山の山頂に到着です。はい、すごいね、景色いいです。あー、綺麗。この後は後ろに見えている大南地山、そして富士の折り立てを縦走してキャンプ場に戻りたいと思います。
はい、ちょっとの間ね、こう稜線を歩く形になります。はい、大南寺山の山頂に登ってきました。でちょっとねこれ降りたところにいるんですけど、次はですね後ろに見えている富士の折り立てという山までだいたい30分くらい歩いて、はい、向かいたいと思います。よいしょ。はい、富士の折り立てに登頂です。標高は2999メートルです。今の時間が10時45分で、4時45分に朝出てきたのでだいたい6時間、はい、歩いてやってきました。そしてですね、目の前には黒部ダムが大きく見えてます。さらにこっちの方向には剣岳がね見えてますね。やっぱりね険しそう。こんにちは。この後は1時間半ほどかけて、雷鳥沢キャンプ場ですね、テントが張ってある場所に戻ります。はい、最後まで気を抜かずに頑張って歩きます。キャンプ場見えました。ちょっとね道がね平坦になりました。もうキャンプ場もすぐ目の前です。自分のテントに戻ってきました。結構ね疲れましたね。なんですけどもうねずっと晴れていてすごいね景色が綺麗でもうね大満足です。はい、そしてこの後はお昼ご飯を作って食べたいと思うんですけれども、その様子はまた次回の動画でご覧いただければと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。